こんにちは、堀内めです。皆さん、ご入学もうすぐですね。おめでとうございます。大学生活、これからね、どん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 楽しみだと思うんですけどもね、大学生活に入るにあたって皆さんが心配されているもの、そうですね、それは何を持ってきゃええんですかっていうことですよね。私が実際にね、2年間大学生やってきて、まあ、これでいけるよっていうのを今日は紹介していきたいと思います。ではね、私がね、今回これで頑張るよ。今学期はこのセットで私は頑張りますっていうご紹介とともにね、皆さんにね、アドバイスをしていきたいと思います。まずカバンなんですけども、私はね、今まで、リュックをずっとね、使ってきてたんですよ。ライフの2階で買ったやつをね、小学校5年生から使ってね、大学1年生の間はそれを使ってたんですけども、2年生になって、まだ別の黄色いリュックに変わりまして、でもすごいそれが大きかったよね。で、2年の最後ぐらいに気づいたんですよ。もうこんなに荷物持ってかんでよと。はい。ということで、今回はこちらのおバッグに決定いたしました。これ最近買ってんけど、バーリかわいくない？バーリかわいくない？でかいけどね、結局。こちらのね、おバッグにしようと思います、今回は。で、持っていくものをどんどん紹介していきたいと思います。まず筆箱とノートですね。まあ、当たり前けどな、まあ、iPad 持ってたら iPad でいいですよ、全然全然。で、ポイントはノートを授業ごとに分けるんじゃなくて、もう全ての授業を1つのノートにぶち込むことですね。私が2年間で気づいたのはルーズリーフにやってたんですけど、性格的にちょっとなくすと、ルーズリーフをね。で、その対策としてね、こういうファイルとかも導入したんですよ。これ授業ごとに分けれて、すごいいいファイルなんですけど。で、これを持っていくことで解決してた部分もあるんですけど、やっぱり授業が進むことについて、これがとてもちょっと重たくなっていくということでね、まあ当たり前けどね。で、結局私は、このノート一冊にぶち込むっていうのが一番、自分にとって効率的だなって思ったんでね、今回はこのノートにします。はい。で、必要順で言ったら、まあ、ハンカチ、ティッシュ いつも持っていきません、やめとこう。最低限で言ったら私は持っていきません。ハンカチぐらいは、まあ、入れといてもいいじゃないかな。ティッシュはね、生協のところでね、大鳥自動車教習所の人がこうくれるんで、それを使ってます、いつも。で、お財布ね、忘れてはいけない、お財布。で、これが一番大事なんですけど、これ、イヤホンです。イヤホン。もうね、私ね、ちょっと一人でいることが多くて、自習室とかでこもるときは、これがないと死ですね。うん。ってなったら、蓄電もいります。蓄電もね、しっかりぶち込んでいきましょう。あー、これがいるわ。これ、ちょっと私のマウスピースのケース。これがないとね、ご飯食べれないから。で、あと、命の源。こちらをね、入れさせていただきます。で、気分によっちゃこの化粧ポーチをね、入れていきますね、いつも。はい、こんなもんでした、私の必需品は。まあ、これでも結構重たいわ。高校とかね、重たい荷物で行ってたりしたらね、まあ、まだ軽い方なんですけど、ここにね、教科書とかも加わるんで、大学の教科書ってすんごいごついんですよ。でも、1年生のみんな安心してください。ロッカーを与えられるので、そこに教科書を入れることができるので、ね、うん。でも、2年生だったらね、ちょっとロッカーが消滅してしまうのでね、うん、私もちょっと今、教科書も心配してます。今までこんだけ重たいんで。で、思ったんでしょう。大学生といえば、あれがいるじゃんと。パソコンですね。パソコンね。パソコンやねんけどな。いらない。いらないんですよ。最初は絶対にいるよ。大学1年生の最初は、それでちょっと大学のログインとかなんかいろいろやらなあかんらしいので、いるんですけどね。あと、授業中のパソコンで英語をライティングしてくださいとかありました。だから、そういう授業の時だけ持って行ってます、私は。しんどいよな、パソコン。重とうて、重とうて。うん。いつも、一番最初の第1回の授業の時に、この授業はパソコンがいるかいらないかを判断するんですよ、私は。まあ、いる授業ってなった場合は、まあ、もう持っていかなきゃいけないんで、こういうパソコンケース、これパソコンケースじゃなくて、普通のポーチなんですけど、これにパソコンを入れます。で、私のパソコンが今、このような感じになっておりまして、いいよ、まじまじと見てもらうタイムで。はい、これ、ダイナブックのパソコンなんですけど、ね、シャカシャカなるんですよね。
そう、このシャカシャカシールを貼ってて、こんな感じの可愛いパソコンなんで持っていきたいのは山々なんですけど、体にガタが来ててちょっと厳しい状況が続いてます。まあ今回は持っていく手でちょっとこのカバンに入れてみるな。この1本でこの 1.9 キロのパソコンを支えられるかどうかよ。もういろいろ入ってるよ、なんか入んねんで、入んのは入るよ。これでだってディズニー行ったもん。問題立った時やの、立った時、今膝で支えてるから。いきます、せーの。あ、いけるわ。でも見た目が旅人になってしまう。後ろにすればいけるんかな。うん、いけんこっちゃない。姫ちょうど猫背やから、こう後ろで引っ張ってもらったらちょうどいいかもしれん。でもな、やっぱりまだ教科書が入ってないので、ここに教科書入ったらもう限界ですね。ということで、私はもう一パターンのカバンを今回用意いたしました。それがね、こちらなんですよ。イエーイ、かわいいお花。これはね、あのね、ロサンゼルスアーバインで買いました10ドルのリュック。安っ。ここにパソコン入れれるんじゃないかな。あ、入れて、入れた入れた。パソコンの時はこっちの方が楽かもね。だからみんなにおすすめしたいのは、パソコンある時はリュックで、いらん時はもうポシェットで、もう楽をしましょうっていうのをおすすめしたいと思います。プラスアルファで言うとしたら、まあこういうね、娯楽品を入れてったらほんまにいいです。生協でも買えるんですけど、生協ちょっと高いんですよ。だから持っていくことをおすすめいたします。で、あと、あ、忘れてた、こんなん入れて、あと普通にね、こういうあの授業のプリントとかをぶち込むあのファイルとかをね、まあ入れてったらいいと思います。もう最悪なくてもね、もう持って帰りゃいいんですよ。で、ね、今の時代便利なもんでね、ネットに全てプリントが上がるんですよね。だからこれね、携帯で見ればいいんですよ。自分が思い描く大学生とは全然違うものになってしまったからね、ちょっと自分までもちょっと言ってて衝撃を受けてるんですけど、レポート課題とかが出されて、そういうのをパソコンでやるからタイピング心配やなって思ってる子もいっぱいいると思います。だからね、学校とかでパソコン持って行ってね、そうやって授業とかパソコンでね、感想文とか提出したりして、そうやって鳴らしていくんですけども、私の場合はもう最初からパソコンを諦めてしまったので、でね、あの携帯で全て打ち込んで送信していますね。はい、そんなスタイルです。私は。ということで、プラスアルファの情報でございました。いかがだったでしょうか。私はね、こういう感じのスタイルで学校に行こうと思います。大丈夫かな、めっちゃ心配は。まだ履修登録終わってないし、新大学1年生の皆さん、高校と全く様式がガラッと変わってしまうから、たくさん心配事いろいろあると思います。またね、その助言動画とか裏技とか、また一個の動画にできればいいかなと思います。ということで、今回の動画は私のお荷物紹介でございました。ぜひ参考にしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。